こんにちは、平山茂です。今日は6月30日水曜日ですね。現在時刻は4時6分でございます。どうも皆様、本日も一日お疲れ様でございました。私は本日お休みということで、今日はちょっと久しぶりにですね、お出かけまだしてないです。もう家でずっとゆっくり、昼寝なんかもしちゃって、ゆっくりしておりました。ただまだ動画撮ってないということで家を出たんですけども、相変わらずのねノープランで、とりあえず今はですね、地元の滝の水公園というね、安定のというか、まあちょっとね、景色が緑区がね一望できる公園に来ております。ただちょっとね、今日は風が強いですね。涼しくていいんですけど、ボーボー言っちゃうんですよね、風でね、ボーって。それがね、ちょっと、まあ、今から行くんですけど、ちょっと今これあれです、虫除けですね。蚊が大嫌いなんです。蚊がとにかく嫌いです。みんな嫌いだと思うんですけど、もう念入りに耳とか、もうちょっと顔にも塗るぐらいです、とにかくもう蚊に刺されるのは本当に嫌なの。すいません、一人でちょっとつぼってますけど、足にもね。いやー、気持ちいい。噴霧しすぎとか、ちょっと風強いからちょっとダメかもしれないですけど、ちょっと行くだけ行ってみたいと思います。やっぱりちょっと風が強かったですね。気持ちよかったなっていう感想でしかないんですけど、ちょっとね、撮影するともうずっとボーって、まあちょっとね、ここもね対策して、そういうね、風に強いマイクとかもね世の中にはございますので、そういうのをねちょっとずつグレードアップ、台風の中でも全然僕の声が拾えるようなね、そんなような状態にしていきたいと思います。明日からは7月です。1年の半分が終わりました。1年の半分が終わりました。クズだな。1年のね半分が終わりましたからね、2021年も残りあと半年ということになりました、ね、後半も楽しんでいきましょうね。大丈夫ですから、楽しんで4月明日からも行きましょう。ということで今日はこの辺でこの辺で終わっていいのかな。大丈夫ですね、大丈夫。ということでおやすみなさい。平山茂でした。また明日。おやすみなさい。HD めちゃくちゃ綺麗だ。うわーすごい。
めちゃくちゃ綺麗。すごいね。めちゃくちゃ綺麗です。こっちの iPhone ね、これが欲しいんです。これをね、買おうとしてるんですよ、私は。ビデオね。うわー、綺麗。これ HD でしょ。これでここで切り替えれるからね。 4K いけるから、 4K ちょっと 4K 切り替えよう。ほら 4K60。 めちゃくちゃ綺麗すごい、やばいな、めちゃくちゃ綺麗。これが今の携帯で撮るとこんな感じですね。すごい。いや、めちゃくちゃ綺麗。全然違う。すごいね。やばい。来月末だね。来月末。